今日は私の母がお味噌汁で一番好きな具のかぼちゃとキャベツのお味噌汁を紹介します。かぼちゃの季節になりましたね。私もかぼちゃとキャベツの組み合わせのお味噌汁が大好きです。かぼちゃ料理はたくさんありますが、かぼちゃのお味噌汁はかぼちゃ料理の上位に入るくらい大好きです。かぼちゃとキャベツを切って柔らかくなるまで煮て、お味噌を入れて完成です。お味噌汁って簡単で美味しくて大好きです。かぼちゃとキャベツの甘みが汁に出ていて、汁がすごく美味しくて大好きです。おすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございます。